優勝戦4号艇の岩崎雅恵選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は2コースからの攻め、混戦の中抜け出ての2着で輸出となりました。この日の足の仕上がりなんですが、いかがでしたか？えっと前半悪かったんで、後半ちょっとペラをして。はいはい ある程度は良くなったと思います、はい、前半が5着だったんですが、では、その準優勝戦に向けてペラーを調整し直したことで、はい、そうですね、はい、そのあった状態だと、どんな足になるんですか、まあ、バランス型だと思いますバランス型で、はいはい、今回は予選道中、チルトもゼロ、マイナスと試されていますが、これはどちらか特徴が出るわけですか、はいまあ、なんとなくですね、はい、その枠に応じて、その気象状況で、優勝戦の枠は4枠ということになったわけですが。 これはどんな足にしていきたいですかいやもうこのまま行きたいと思いますバランスの取れた状態で展開をつくイメージではい。スタート感の方なんですがこちらはいかがですかまあ一定心全速を目指していきたいんですけどはい。ちょっと難しいですそれをしっかりいかに合わせるかと、はい、そうですねはい分かりました今年はこれが5回目の輸出で前回の優勝は昨年7月の平和島となっております 優勝生向けての一言お願いします。明日優勝できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。